ドットコムチャンネルをご覧の皆様こんにちは。高校野球ドットコムの栗崎です。今回は静岡の岩滝東高校の練習を見ていきたいと思います。静岡県磐田市に所在する磐田東野球部は学校から少し離れた場所にある第二運動場で練習をしています。グラウンドの横には鳥かごなどもあり、しっかりと練習できるスペースがありました。他の静岡県の強豪校と比べてすごいのは近年のプロ野球選手輩出の多さです。 NPB に輩出した選手では中日ドラゴンズの鈴木博史選手や読売ジャイアンツの加藤周平選手、また元福岡ソフトバンクホークスの斉藤誠也選手がおり、また高校時代はスラッガーとして活躍した森口俊樹さんは NPB の育成審判員としての道を歩んでおります。今年は大型捕手の二俣翔一選手がプロ志望届を提出しており、チームとしても潜在能力がとても高いと評判です。そんな磐田東高校はこの秋は県大会準々決勝で敗戦。春に向けて練習に取り組んでいます。まずは捕球練習、シートノックなど基本的な練習を繰り返し行っていきます。そしてシートノックが終わった後はゲームノックを行っていきます。ゲームノックでは選手同士で指摘し合う様子が見られました。また次のプレーを想定した声かけなども頻繁に飛び交っており、非常に意識の高さを感じさせました。ゲームノックが終わるとフリー打撃になります。このフリー打撃の様子を追っていくと、実戦感覚を養うためにある工夫がされています。それはランナーをつけることです。打球判断を磨き、守備も実際の打球を受けることで技術を磨いています。そんな磐田東高校の選手たちはこの秋の公式戦の結果からどのような意識を持って練習に取り組んでいるのか、佐野主将に語っていただきました。本当に相手のミスにたまたま助けられたっていうか、確かにその2桁得点とかの試合は何試合かあったんですけど、でも全然つながりの面でいったら全然まだ足りないっていうのと、西武大会で負けた時とか、まあ、今回の県大会で負けた時も結局いくら普段の試合で2桁得点取っても、結局ああやってなんていうか0点が続くとなかなか取れないっていうか、なかなか誰かが流れを変えようっていう選手が全然いないんで今だ、それを本当に、まあ、それだけじゃないですけど、本当に全員が流れを俺が変えるんだっていうのがないんで、そういうのを変えていかないと良くなっていかないのかなって思います。こうして厳しくチームを見ていきながら戦力強化をしている磐田東高校、チームにとって大きいのは多くの3年生が練習に参加していることです。二俣選手だけではなく、大型外野手として活躍した山下拓磨選手も練習に参加。二俣選手は捕手として経験が浅い佐野選手に指導する様子も見えます。やっぱその3年生が学んだことっていうか、夏学んだことっていうのを本当に細かいことまで言ってくれるんで、それは本当にありがたいですね。本当に山下さん、その外野の山下さんであったり、やっぱ二俣さんとか、まあ、いろんな先輩来てる中で、やっぱそのクリーンナップ打ってる人であったり、その3年生の中でもこう副キャプテンやってる人とかがこう言ってくれるんで、やっぱいろんなことを、やっぱ周りから見てそう思われてるんだっていうのが気づかされるんで、それは本当にありがたいですね、来てくれて、はい、練習の中で先輩たちの指摘を受けながら成長している磐田東ナイン。それではここで注目選手を紹介していきます。上田選手は東邦高校でも活躍した上田投手の弟です。独特の構えから長打を連発し、県大会でも打率3割3分3厘をマークしました。身長180センチ超えの大型一塁手で、この秋は4番ファーストとして出場。パワフルなスイングで長打を量産しています。ロングティーでも鋭い打球を飛ばしていました。水野瑠衣投手は最速139キロ腕、取材日ではライトを守っていましたが、ものすごいバックホームを見せていました。最後に佐野主将に夏に向けて意気込みを語っていただきました。まずはもうどんな形でも甲子園に出る
っていうのが一つの目標であって、その中で、まあ、自分らはでもまだ性格的にもその心のコントロールができてないっていうのを本当に言われてるんで、まずはそこを冬鍛えて、あとバッティングですかね、やっぱ取れるところで取るっていうバッティングをすればランナーが出れば繋いで1点が取れると思うんで、その1点を、まあ、ピッチャーで言ったら水野とか富田が投げて、それを少ない失点で抑えて、自分的にはやっぱ打って勝つっていうのをこの冬は掲げてやりたいなって思います。全体練習が終わっても黙々と自主練習に取り組む岩田東ナイン、ぜひ春夏には上位チームを脅かす存在になることを期待したいと思います。高校野球 .com では新チームを取材した記事を掲載中です。概要欄に URL を貼っているのでぜひご覧ください。